今日はもう私が好きなものばっかりの食べたいものもっぱんです。まずこちらなんですけど、ポッくんちんちゃんぽん。これね、私動画でも前紹介したことのある大好きなやつなんですよ。なんかちんちゃんぽんって汁ありの方が有名なんですね。この海鮮が入ったちょっと太い平たい麺のインスタントラーメンなんですけど、これのポッくんみょん炒め麺バージョン、汁なしです。でこれを2つと、あと揚げ物ね、ちょっと今まで動画で使ったやつでリピートしてね何回も買ってる私の好きなやつを揃えてみました。まずこっちがね、カツですね。3種類のカツで、動画が確かコーンチーズかつマンドゥかつトンカツの3種類だったと思います。でこっちチーズボールなんですけど、ピザチーズボールとプルコギチーズボール2種類入ってるやつです。混ぜました。もうどれがどれかわからん。じゃあ早速もう見た目よく盛り付けます。あれ結構量多いな。2つでもなんかボリューム感で、ここに、チーズボール揚げ物とかを乗せます。もう揚げただけです、冷凍なんで。ここに卵を乗せます。半熟で作ってきました。はい、完成です。こんな感じで、うわめっちゃ美味しそうにできた。よくインスタで出てくるような感じで作りたかったから大成功です。で今日はさっぱりお茶でいきます。ソースはね、はい、チンモクのオリジナルソース、もうこれ定番になってるチェダーチーズとハラペーニョです。うわ、このソースがまた美味しいんですよ。いただきます。まずじゃあちょっと卵からいこうかなんとなく、うん、美味しい。半熟具合最高です。じゃあちょっと、うわー、これこの麺がね大好きなんですよ。これこの感じ、めっちゃ海鮮香る。辛いけど美味しい。好きなんですけど辛いから最近食べてなかった。多分妊娠中に1回食べて、それ以来初めてかも。美味しい。炭火と海鮮の香りが強いんですよ。揚げ物いこうか。うわ、ピリッと上がってる。これカツ、これちょっとつけます。チェダーチーズとハラペーニョのやつで、うん、一番普通のとんかつ選んだつもりがコーンチーズ出ちゃった。うん、クリームコロッケです。チーズボール行こう。あ、さっくり上がってる。これでもプルコギかピザかどっちかわかんないうん、あ、プルコギだ。うん、生地もっちもち、すっごい美味しい。ちょっと甘く煮込まれたお肉たっぷりです。うん、焦げてる。自分で食べるには気にしない。またもプルコギ。これなんだろう。うん、これが普通のとんかつだった。一番定番の豚。なんか美味しそうにすすってすすりたいけど、この麺すすれないんですよ。辛すぎてめっちゃむせる。
あれこれピザないのかな、ピザボール全然出てこない。うわマサプルコギだ。ピザ来た。もう私プルコギの方が好きなんですよね。いやピザ来ないから待っただけで。うん、でもねピザもすごい美味しい。これちょっとつけても美味しそう。ピザ続きだ。なんか固まってたのかな。ソースさ、これちょっと混ぜても美味しそう。レモンクリームソースの方、こっちをねオリジナルに混ぜてみます。これマンドゥカツだ。こっち餃子みたいな、餃子のカツ版。うん、おいしい。ニラとか春雨とか入ってる。2カップで普通のインスタントよりも量多い気がする。うん、あ、なんかこれ意外だけどプルコギめっちゃレモンクリームソース合う。プルコギ美味しいな。これちょっと切ってみる。どっちもピザが出ちゃった。最後、あーやった、プルコギ残ってた。はい、まずこっちがピザですね。今更だけど先にやれよって感じですよね。ピザの具材入りです。うん、ピザも美味しい。うん、プルコギ、プルコギ入りです。ラストのプルコギ。これはどっちだろう、普通のとんかつかコーンチーズ。うん、とんかつです。お肉がちょっとなんだミンチっぽいような、ミンチじゃないようなみたいな。なんかメンチカツになりかけてならなかったやつみたいな感じ。合ってる説明は伝わるかな。うん、スマッチとチビもちが来た。
もう来た、起きた、うん、チビもち来た。一応ね、レビューモニターで見てたんですけど、起きたみたい。うん、ラストです。ああ、ちょうどタレもソースもちょうど終わりだ。もうソースない。よし、食べ終わった。はい、終了。はい、今日はもう完全に私が食べたいものを食べる自己満モッパンでした。韓国のインスタントでね、私メインの定番じゃないやつの方が実はハマって好きで何回も食べてたりする。例えば本当にもうド定番の辛ラーメンとかプルタクポックンミョンとか、もう絶対コンビニとかスーパーに並んでるだろうのやつより脇役で出てるやつの方がね、意外と好きだったりするんですよね。まあ、好みが偏ってるのかもしれないけど、でも結構汁なし麺が好きです。またね、こういったちょっと自分が好きなものだけを揚げ物揚げてインスタント作って、で食べるモンパンをねちょこちょこやるとね楽しいなと思います。はい、じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。全然見えてなかった、ショック。これこれ、この極太のね、この麺が、あら、お出かけしてるよ麺が外に。